地震や水害などで自宅が被災した人を速やかに支援するため長谷知事はり災証明書発行のための被害認定についてタブレット端末を使って簡略化できるシステムを来月1日からそれぞれの市や町で運用することを明らかにしました。県議議会のの代表質問で自民党の田中隆人議員は 鈴市で震度6強を観測した地震への対応について質問しましたこれに対し長谷知事は家屋の被害認定調査が今月23日にも終わる見通しを示しましたまた、被災証明書の速やかな発行に向けてこうした調査をタブレット端末を使ってスムーズに行える新たなシステムを整備していて 来月1日からそれぞれの市や町で運用を始めることを明らかにしました生活再建に向けた支援の内容もタブレット端末でまとめて管理することで職員は現地で被害の調査だけでなく被災者の事情に合わせた支援についても同時に案内できるのがメリットです自分はどうしたらいいんだろうという不安を抱えている方に じゃあ、この被災証明をもとに、どういうふうな支援を求めたらいいのか、明確になってまいりますので、そういった意味では、相談支援がより具体化するというふうに思っています、したがって、より早く、より正確に被災証明がシステム化されることは、大きな意義があると。